ご深草天皇から1304年8月17日、下元2年7月16日は、日本の第89代天皇、忌名は久し人、ご佐賀天皇の御子、母は中宮の西恩寺五、寺明院塔の祖、父母が自身より弟の亀山天皇を長愛し、亀山天皇を自天の君としたことに不満を抱き、やがて、 五福格差系の寺病院党と亀山系の大覚寺党との対立が生じる端緒となった。歓元元年6月、外祖父、大城大臣未死の今出川邸第二で誕生、生後2ヶ月で立大死。同4年正月、五佐賀天皇の上位により数え4歳で戦争、即位。在位中は、五佐賀上皇が陰性を敷き、直接政務を見ることはなかった。昭元元年に、 起こり病を患い、同11月、後佐賀上皇の養成で、17歳で、亀山天皇に上位。この間に、鎌倉幕府による朝廷への介入が進み、表情性が置かれ、陰性も、また幕府の管理下に入った。県庁4年には、後佐賀上皇の御子でいぼ兄の宗方新郎が、将軍として鎌倉に迎え入れられている。文永5年に、五佐賀上皇の指示により、 年長の五深草上皇の御子、広し人志を差し置いて、亀山天皇の御子よ人志親王が立大死した。ここから、五深草上皇の血統と、亀山天皇の血統の対立が始まる。同九年、御佐賀法王が自典と行為の決定権について、すべてを鎌倉幕府に委ねる形で放御すると、幕府は五深草上皇、亀山天皇の兄弟どちらとも決めかねて、 二人の母校、大宮院に諮問し、法王の添いが亀山天皇神聖にあるとの返答を得て、二年後、文永十一年一月、亀山天皇は、郷田天皇に上位し、辞典の君として、陰性を開始した。これに不満を抱いた、五不格佐上皇は、翌賢治元年、大長天皇の尊号辞退と出家の意思を表明し、時の関東申し継ぎで、 ご格差上皇よりの西恩寺峯剣が、執権法上寺習と折衝し、ご格差上皇の御子、広史人志新を同年中に立退しさせることに成功した。その後、公安三年頃からご格差上皇方による、ご宇田天皇大位と皇太子擁立の動きが強まり、ついに同10年10月、伏見天皇即位に伴い陰性を開始した。また、 昭和2年10月には、第6王子、久木新郎を、鎌倉将軍として下校させ、その後しばらく寺明院党に有利な体制が続いた。昭和3年2月、出家司法意味名を、染みとし、公式の院政を止めたが、その後も政治への関与が続き、寺明院党の中心として、その繁栄に努めた。加減2年、冷泉富の工事殿で崩御。 法三六十二。なお、五深草天皇は、幼少時に、千明門院の勇士となり、県庁三年にその所領、長江道領を譲渡された。当初はこの小縁軍も、院政を敷いていた父、五佐賀院の管轄のもとにあったが、文英四年に、五佐賀院は、出家に先立ち、長江道領の一切の権利を五深草院に譲渡した。以降は、五格草天皇の子孫、 寿命院島の天皇に受け継がれ、寿命院島の主な経済基盤になった。五両にちなんで、五不覚採印と追合。第五十四代、人名天皇の別称が、不覚採見角だったため、後の字がつくが、普通の天皇のかご号のように音読みすると、五不覚採イコー不幸者に通じるのをはばかり、この天皇に限って、後の字を訓読みして、後の不幸者、印と称したという。 しかし、別の資料によれば、宮中では依然として、五深草と呼んでいたとされ、不審でもある。明治以後、陰号は廃止され、五深草天皇と称されるようになる。それに伴い、読みも、正式に、五深草に定着。他に、居所とした、時わい殿や、霊勢富の孔子殿にちなんだ異名もある。深草北陵陵は、宮内庁により、 京都府京都市伏見区深草坊町にある深草北陵に事情されている。宮内庁上の形式は法京堂。深草北陵には寺明院当歴代が葬られており、深草十二帝陵とも称される。深草山中に葬られたのは天皇の生前の希望という。また皇居では皇霊殿において他の歴代天皇、皇族と共に天皇の霊が祀られている。 ありがとうございます。